走りの学校、和田圭一です。今日はですね、前回行わせていただいたスタートダッシュを速くするためのマーク走、この続編として 30m 走っていう非常に大事なこの距離、いろんなありとあらゆるスポーツでこの距離って大事って言われてるんですけど、この 30m においてまずやっていただきたいのが、前回行っていただいたこの 10m の適切な足の動きを習得することが大事。そのためにマーク走をやっていただきました。次、この 10m 以降っていうのが、ここが非常に大事なんです。なんでかっていうと、例えば 30m がめちゃくちゃ速い人と 30m 走勝負してみてください。最初の 10m っていうのはストライドっていうのはあまり変わらないです。実は差もあまり出ないです。ボルトさんとじゃあ秋水君は良いと走ります。 10m だったらそこまで出ないです。多分ね、 1m は出ないと思います。1m 出ないと思います。ただ 10m から 30m は一気に離れていきます。あー、でもそのイメージありますね。あるでしょ、天寿と走った時とかに。そうじゃあそれ何が違うかっていうと、 10m から 30m までのストライドが違うんです。大きく動かして、なおかつ足がしっかりと入れ替わってて弾んでるから速いんですね。でここが非常に大事だと、全てのアスリート、そして子供たちに見ていただきたい動画になっております。それでは今日も楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。10m 加速をして、この 10m から 20m の区間、ここにマークを置いておきます。そこのマークをより強く叩く意識を持っていくと。そして最後の 10m はマーカーがない状態で走る、ということが大事です。ポイントがですね、これ2つあります。1つが股関節からしっかりと動かしていくということ。まずこの足の軌道が小さいと、そもそも一歩のストライドが出ないんで、この股関節からしっかりと足をサイクリングさせていく、前傾しながらサイクリングさせていくっていう、動きが大事です。2つ目はより強く叩いていく、弾んでいく、この感覚と動きが、とても大事です。それではやっていきましょう。ではですね、まずこのマーカーの間、これを2、3、4、5速調、5を6、7、7.5。よし、これで Y ポジションで上げて、大きく股関節をサイクリング回して弾んでいきましょう。なんで最初はトレーニングなので、 30m の走りとは一回切り離して、大きく股関節を動かすという練習だと思ってやってみてください。お願いします。トントン、そうで、この時にこれぐらいさ、距離があると結構足を大きく動かさないといけないでしょ。最後とか特に結構ギリギリだなって気持ちに。そうだよね、なりましたね。そうそう、その自分ができるギリぐらいの大きさ、長さでいっていただきたいと。ただこれがなんでワイプスプリントでやっていただいてるかっていうと、はい、高い重心を保つことができるので、足をですね、自分の重心の真下以外につけないんですね。これが前についちゃったら、手がこうやって前に来ちゃいます。で、手が前に来てるってことはオーバーストライドの可能性が非常に高いです。なので手を上に上げた状態でサイクリングができているってことは、真下につくことができているんですね。で、真下につくことができている状態でマークをクリアできているってことは、空中でスイッチできて地面を捉えられているっていう、証拠になるんです。じゃあもう一回やってみましょう。お願いします。大きくね、大きく前にサイクリング、前にサイクリング、前にサイクリング、 OK。 で、今回のこのマーク走も、僕はね、僕も秋水君も大体身長170cm で、靴のサイズが 27.5 ぐらい、大体同じぐらいの身長の方、そしては、これぐらいのマークを、これぐらいのマークの感覚にしてみてください。で、子供たちももちろん身長が低い分だけ足がですね、小さいので、まずはこの長さから始めてみてください。そして、いや、とはいえちょっとこれ近すぎるよとか遠すぎるよっていう場合は、どうしてもオーバーストライドになっちゃって場合は、フォームをね、微調整してください。ただゼロから微調整していくと、結構このマークをね、何速調にするかって難しいんですよ。なのでベースはこの速調から
この感覚からやってみて、そこを微調整するということがすごくおすすめです。今の動きでしっかりとサイクリングをしながら大きく股関節を動かしていくっていう意識を持てたと思います。まず今の種目ではそれが大事です。次の段階に入っていきたいと思います。より強く叩くためには音に注目してください。強い音を出すように今度は Y スプリントやってみましょう。お願いします。強く叩くよ。パン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 。そう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 、 OK です。今の種目、さっきの同じ、もちろん同じ動きなんですけど、意識で全然違う目的になるんですよ。最初は足を大きく動かすだったんですけど、今はとにかく強く叩く、この意識が生まれると、しっかりと上から足を入れ替えながらベースポジションで叩いていく、この強さがより強化されていきます。指導者の方はぜひですね、この設置する瞬間に合わせて手をですね強く鳴らしてあげると、それを強く意識しやすくなります。じゃあ、キミス君、今度は腕を振って、やってみましょう。しっかりスタートを来て、ここから強く叩く。そう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 、オッケー。3秒後半出そうな気がします。3秒間出そうな感じ。出そうな感じするね。オッケー。で、もちろん今は実際の30メートル区間よりの走りとはちょっと違うんですよ。状態が起きるのが早かったんですけど、はい、今のしっかりと叩いていく、しっかりと股関節を動かしていくっていう意識が 30m において非常に大事です。今度は今の股関節の動かし方、そして地面の捉える強さを意識して実際に 30m を走ってみましょう。さあ、今度は実際の 30m 走なので、もっと前傾区間が長くあると思います。前傾を取りながら股関節を大きく動かして弾むという意識が非常に大事です。ここは地面をしっかりプッシュして、ここから入れ替える、強く強く、そう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 、いいね、すごくいい、いいタイム出てそう。ちょっと測ってみる。力が入ってる感じめっちゃします。するね、一歩一歩ね、はい、やっぱり前回のね動画のこの 10m のまず股関節の動き、ここから今のですねしっかり股関節を動かしながら叩いていく、これはしっかりできてきてると思います。ちょっとタイム測ってみましょう。はい、いいよ、強く4.17。やっぱトラックじゃ、やっぱトラックじゃないからあれかもしれない。お疲れ様でした。お疲れ様でした。ありがとうございます。さあ、皆さん、今日は 30m 走の中盤から後半の走り方をお伝えさせていただきました。ポイント2つでしたね。1つが大きく股関節を動かしながらサイクリングの動きはまずできるか、これが1つ目。そして2つ目が、その中でより強く叩いていく意識、この意識が皆さんの一歩をより強くしていきます。なので足がすごい速い人っていうのは、そのしっかりと足が正確に動くし、なおかつ捉える力が強いんで、 10m から、30m の歩幅が変わってくるんですね。でその歩幅っていうのは足を大きく前に出すっていう動きではないんです。しっかりと空中で入れ替えていくっていう正しい動きの中での歩幅が上がってるってことは、より強くヒットしてるってことなんですね。この2つを鍛えていくことが大事であり、今日はそのトレーニング、そして意識の持ち方をお伝えさせていただきました。ぜひ前回の動画、10m までの速く走るための必要な動画と合わせて、この2つのマーク走を練習してみてください。恒例企画 Q&A。 ありがとうございます。ありがとうございます。瞬発力が高くなる初心者から始められるスクワットの基本を解説します。宮古島の宮古筋トレ実施さんで行ったスクワットの動画ですね。こちらに届きましたゆうやさんからのご質問です。スクワットですが、ハイバーの方が走るのに活かせれますか、というご質問です。はいはい、これね、ハイバーって何かというと、スクワットのバーを担ぐ位置が首の方で担ぐ人と下げて担ぐっていう方法があるんですけど、これってどっちの方がいいとかっていうことを言う方がいるんですけど、僕はその方に合ったポジションがいいと思います。というのも、足の長さと胴の長さの比率も全然違いますし、膝下の長さと膝上、膝から上の大体の部分ですね、この長さの比率も全然違うんで、人によって力が入りやすいポジションって違うんですよ。でそういう意味では、割と股関節が深い状態で力が入りやすい人っていうのはローバーで担ぐ人が多いと思います。でもじゃあそっちの方が、必ずしも、重量が上がるかっていうと、そうではなくて、ハイバーの方が重量が上げられるって人ももちろんいるんですね。
これはもうその証拠にウェイトリフティング、まあパワーリフティングですね、スクワット、ベンチプレス、デッドリフトのこの3種目の合計の重さで競い合う種目が競技が、あると思うんですけど、その中のスクワットのすごい上げる人でもハイバーで上げる人もたくさんいます。なのでどっちがいいっていう優劣な問題じゃなくて、体のやりやすさ、バランスの問題なんですね。なのでハイバーの方が速く走るためにいいとか、ローバーの方がいいっていうわけじゃなくて、どちらも効果的です。どちらも本質的にはこの股関節をメインとした、股関節の伸展、膝の伸展、これを鍛えていく種目なんです。でそこに重りをつけてるだけなんです。なんで極端な話、ここに乗せても別に手に持っても何でもいいんです。要はこのスクワット動作にいろんな形で重りをかければいいんです。別にこれマシンでもいいですし、別にチューブでも、いいんです。まあ、負荷の変わり方が違いますよね。そんな中でバーをしっかりと垂直方向にここに担いで行うっていうのは、比較的重量が、比較的とは重量がすごい持てますし、多くの方やりやすいってところで、すごい、ポピュラーな種目として残っているってことなんですよ。それよりもぜひあの動画でご紹介させていただいた速度に集中してください。要はスクワットじゃ何百キロと上げられる人が足が必ずしも速いかっていうとそうでもないんですよ。これは上げるための、トレーニングと速く動くためのトレーニングっていうのはちょっと違う部分が、最後出てきたりするんですね。で速く走るためにはとにかく速く上げる意識が重い重りでも軽い重りでも非常に大事です。あとはぜひあのジャンプ種目をね合わせてやってみてください。スクワットからジャンプっていうのはすごくいいコンビネーションなので、ぜひ、試してみてください。ゆうやさん、ご質問ありがとうございました。ありがとうございました。皆さんいつもたくさんのコメントありがとうございます。もう皆さんからのコメントやグッドボタン、そしてチャンネル登録、非常に嬉しいです。それでは次の動画でも楽しく走りを学んでいきましょう。バモス。